こんにちは、泉ひなです。今日はですね、ちゃちゃん、こちらラフォーレ原宿にあるアンジュエルというアクセサリー屋さんの3000円福袋と5500円福袋を2点開封していきたいと思います。はい、ということで、ここのアンジュエルのアクセサリーは本当にね、めっちゃ可愛くて、でも他にはないデザインのものが多くて、でも使いやすいんですよ。でめっちゃ好きなんですけれども、今回ね、ありがたいことに3000円福袋と5500円福袋どちらもですね、商品提供していただいたので、これをね、開封していきたいと思います。もうね、ホームページ見た時もすごいね、豪華な感じがしたので、もうドキドキ開封していきます。ということで、レッツゴー。じゃあまずはこちらの5500円福袋を開封していくんですけど、これもともと1万5000円相当のものが入っているということなので、もうその時点でめっちゃ豪華そうですよね。じゃあね、私もホームページ見て一番気になったメイクポーチがですね、はい、じゃあそれがこんな感じですね。めちゃくちゃ可愛い。これベージュのベロア生地でできた、なんか巾着っぽい感じのポーチなんですけど、ここに分かりますか、地味にアンジュエールって感じでロゴが入ってるのもすごい可愛いし、ベロアがね、すごい光沢のある感じなので、高級感があるのも可愛い。で、中はこんな感じです。こんな感じでね、こうめっちゃ開くので、なんか旅行中のなんか化粧品入れとか、そういうまとめるのにすごい適しているなと思いました。あと、これポーチなんですけど、この中にもね、ポケットてか、このチャックがあって、ポケットがあるから、なんかね、しかもポケットの中も結構広いわこれだからすごいね、使いやすそう。しかも中にね、これ多分メイクブラシを多分挟めるよ風になっているので、本当にね、メイクポーチとしてかなり使えそうな感じですね。ここキュッてなるとまた口が閉じるんですけれども、ここにもな、ベロアリボンのさ、取っ手がついてるから、ここでこうバッグみたいな感じで持てるっていうのもね、もう本当に最高に使いやすいメイクポーチだなと思いました。こんなん普通に買ったら、まあ3、4000円くらいの価値は普通にありますよね。嬉しい、かわいい。まあ、ということで、ちょっと1点目はこのね、超優秀すぎる、かわいすぎるメイクポーチでした。じゃあ2点目はですね、こちら多分ブレスレットかな？めっちゃかわいいのが入ってます。はい、こんな感じのブレスレットが入ってました。ここさ、この、なんでしょう。この輪っかに棒を通すと取れるみたいな感じのやつですね。ここにひし形のね、なんかチャームもついていて、ゴールドでかわいい。はい、じゃあつけてみるとこんな感じですね。めっちゃかわいい。なんかね、私ちなみにこういうね、なんか輪っかに棒を通す感じのなんかアクセサリー昔からめっちゃ好きなんですよ。ネックレスとかでもね、昔から持ってたんですけど、めっちゃ高級感もありますし、おしゃれな感じがしていいですね。ね、このチェーンもなんか大きいサイズと、あとちっちゃいサイズもあって、すごいデザインがある感じがいいです。で、ブレスレットね、欲しいと思ってからめっちゃ嬉しいわ。じゃあ次2点目はこちらですね。ピアスが入ってました。なんか輪っかなんですけど、これはこんな感じですね。すっごい、これなんかすごい上品だけどちょっと派手で、デザインある感じがかわいい。これすごいタイプだわ。ピアス部分はこんな感じですね。はい、じゃあ実際つけてみるとこんな感じですね。かわいい。え、めっちゃかわいい。私輪っかのピアスって全然持ってなかったし、しかもこういうちょっとさ、なんかなんでしょう、すごいちょっとデザインのある感じが、すごい私的にはすごいタイプですね。なんかアンティークっぽい感じがして可愛いなと思いました。これ結構どんな服にでも合うと思うし、私的にはでもなんかちょっとドレスアップした時とかにこういうのつけると高級感が出て可愛くなるかなと思います。4点目はですね、リングが入ってました。ちょっとギザギザした感じだ。つけてみるとこんな感じです。なんかギザギザのデザインにちょっとこのね、二重になっていて、ラインストーンみたいなのがついた感じですね。裏はこんな感じになってます。なんかすごいシンプルですけど、ちゃんとね、存在感が出てくれるし、でもあんまり服を選ばない感じがするのがいいですね。最後5点目はですね、じゃん、こちらのネックレスが入ってました。お、これは何でしょう。え、なんかこんな感じでチャームのついた感じです。チェーンが結構大きめ。実際につけてみると、はい、こんな感じです。なんか結構存在感のある感じのネックレスですね。なんかこういう今みたいなシンプルな服装じゃなくて、ちょっとこうパーカーとか、ね、ちょっとなんかスポーティーな服装の時とかにつけた方がこれは可愛くて合うんじゃないかなと思いました。はい、とこんな感じで、まあ、5500円福袋この5点で以上なんですけれども、結構さ、5500円でこのポーチもついてればさ、ピアスも指輪もネックレスもブレスレットもついているというだけあって、もうこれで全部でさ、アクセサリー一式揃ってしまうし、最近私アクセサリー買ってなかったからめっちゃ嬉しい。この中だと私は特にピアスとブレスレットがお気に入りかな。可愛いし、すごい使いやすいっていうのがね、やっぱ一番いいなと思いました。あとはやっぱね、このメイクポーチが本当ありえんくらい絶対使いやすいです。私が持ってるメイクポーチの中でも多分一番機能性的にはいいんじゃないかなと思うくらいだったので、もうこれのために買うのも全然ありなんじゃないかなと思ったので、ぜひね、5500円福袋もチェックしてみてください。そしたら次は3000円福袋を開封していきます。こちらはアクセサリー5点が入っていて、本来
台8000円相当のものが入っているみたいなので、これもね、まあお得なんじゃないかなと思ってます。これ中身もピアスありとピアスなしを選べるので、ピアスが開いてない方でも安心して買えるっていうのがめっちゃいいですね。ではまず1点目がこちらのピアスが入っていました。はい、こんな感じですね。結構大きめで存在感のある感じのピアスです。ゴールドにシルバーっていうのがすごいレトロな感じがして可愛い。はい、でこれもつけてみるとこんな感じです。結構なんか大人っぽい感じに仕上がるかなと思いました。しっかりね、なんか大きさはあるんですけれども、主張しすぎないからいろんな服に合わせやすいなと思いました。でもね、やっぱこういうちょっとデザインがあるやつがやっぱ可愛いです。でゴールドにシルバーだから、なんかどっちの色も入ってるから、なんかそのさ、黄色みの服だからゴールドとかそういう感じで考えなくていいっていうのも結構楽ですね。はい、じゃあ次はこちらのリングが入ってました。これがですね、2点入っていて、まず1点目がこのゴールドですね。なんかこんな感じでクロスされている感じのシンプルな指輪と、あとね、このなんかチェーンみたいな感じの指輪ですね。これもめっちゃ可愛い。はい、こんな感じです。めっちゃ可愛くないですか？なんかさ、このチェーンみたいな感じのやつが私すごい好きかも。なんか大人っぽいけどすごいおしゃれって感じがするのがいいです。これがこんな感じで、こうベッコウとゴールドが交互になってる感じのチェーンなので、色味がすごく可愛いですね。あ、これいいわ、めっちゃお気に入り。まあ、なのでなんかこの組み合わせで使っても可愛いし、自分の持ってるゴールドとかのなんかアクセと合わせるのもすごい可愛いですね、これは。そしたら次はこちらのネックレスが入ってました。お、これはですね、2連のネックレスになっていて、このね、短い方がシンプルなチェーンで、でこのね、長い方がラインストーンのついたクロスのチャームがついてます。ほら、こんな感じで、なんかめっちゃ可愛くない？これキラキラしてて。でこれもつけてみます。これ私すごい好きかも。なんか2連のネックレスって私今まで持ってなかったからさ、使えるし、でもシンプルだからそんななんか主張激しすぎなくて良い。はい、そしたらこんな感じです。めっちゃ可愛いです。本当にね、結構私長いねネックレス好きなんですよ。だタートルネックの時とかに合わせたらすごい可愛いかなと思うので、これめっちゃ使えそう。でチェーンも結構細いからね、なんかそんなごつい感じには見えないっていうのもめっちゃありがたいです。そしたら次はこちらのブレスレットっぽいものが入ってました。ハートかな。はい、そしたらブレスレットはこんな感じです。かわいい。なんかね、ハートのチャームとかパールとかがいっぱいついた、これも2連のブレスレットですね。つけてみるとこんな感じです。かわいい。なんかめっちゃ女の子らしい感じのデザインですね。さっきの5000円福袋に入っている方のブレスレットは結構大きめで、まあサイズ感的にあんま変わらないかもしれないんですけど、これはチェーンが細めなので、なんか結構華奢な感じを演じやすいというか、そんな感じが可愛らしい女の子っぽいブレスレットですね。本当に私ね、ブレスレットを全然持ってないからね、ブレスレットが入ってくれてるのってすごく嬉しいです。5点目最後はじゃん、こちらヘアゴムが入ってました。裏がこんな感じになってる、なんかゴールドのチャームがついたやつです。あ、これはあれだ、ゴムにほらこれ、あの、わかります？ここにクリップがついててねじ込める感じのヘアゴム、ヘアアクセサリーですね。まあ、わかりやすくちょっとね、私が実際に三つ編みをしてやってみ、つけてみましょう。そしたらこのね、付属でついているヘアゴムでここを結んで、でこのね、ここのクリップをゴムに差し込みます。ほら、こんな感じで結び目が隠れて、しかもめっちゃ可愛い感じに出来上がってくれました。よくない？なんか結び目を簡単に隠せるから、これだけ持ち歩いててもポニーテールとかするときにすごく便利なので、こういうのつけてくれてるのめちゃくちゃありがたいですね。私結構ね、なんか出先とかで紙ゴムでさ、ポニーテールとかお団子とかすることが多いので、そういうときにこれ使うとめちゃくちゃ便利そうで嬉しい。あ、3000円福袋もめっちゃ豪華だわ。なんかポーチが入ってないけどアクセサリーがめっちゃ充実してる。はい、とこんな感じでアンジュエルの5500円福袋と3000円福袋開封は以上になります。どっちもめっちゃ当たりなくらい可愛いアクセサリーやポーチとかね、多かったですね。本当にアクセサリー福袋ってなんかめっちゃワクワクするの分かりません？でラフォーレ原宿は1月2日から営業開始してるみたいなので、もしね今回の福袋見てね、あ、アンジュエルの福袋気になるとかね思ってくださった方は1月2日からぜひね買いに走ってみてくださってもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。福袋参考になったとかね、欲しくなったって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。